勝ち馬は前走新馬戦の馬が6勝して2着4回、前走未勝利組が2勝して2着1回、前走オープン特別組が2勝して2着5回という状況です。そして前走重賞組は函館2歳ステークス組のことですが、人気薄かつ4頭しか出走歴がありませんから、あまり参考になりません。また前走 1200m 戦組がこちらも1頭も馬券に絡んでいませんが、これも全て7番人気以下ということで、函館2歳ステークス組のラブミーファインや南陽イザヨイにとっては若干嫌なデータになりますけれども、ラブミーファインは新馬戦 1800m で勝ち上がっているわけですから、気にしているのは良くなさそうです。また、ここ10年間、勝った馬は全て前走1番人気から3番人気。前走の注目馬が順当にここでも馬券に絡んできてくれそうで、前走の人気している馬が順当にやってくるという状況です。そして馬券の傾向はご覧の通りです。1番人気は3勝して2着2回。おおよそ人気通りの副賞率と言ってもいい状況ですが、最近10年の連帯馬はおおよそ1番人気から5番人気という状況です。札幌競馬場の馬場回収前までは1番人気から5番人気で 1-2-3 の固い決着が続いていましたが、馬場回収後は3連単が45万馬券や50万馬券といった大荒れとなった年もあり、馬連が10倍を切っているにもかかわらず3連複が50倍をオーバーしていたりと、3連系に穴馬が隠れていることが多い傾向となっています。続いては印をつけた馬をピックアップ。本命はここはもうクラージュゲリエでいいと思いました。新馬戦の勝ちタイムがあまりにも遅くて、これは本当に大丈夫なのかと思われる方もいますが、これは前半 1000m がなんと67秒の超スローペースの流れ、それをしっかりと折り合って34秒0の制圧して差し切りました。これは当日のクイーンステークスの勝ち馬ディアドラに次ぐ上がり2位のタイムです。そしてなんとこの走りがモレイラ騎手曰く7割ぐらいの力で走ったというんですから、ちょっとこれは別格なのかもしれません。超スローを折り合って運べたんですから、その前走以上のパフォーマンスを今回も期待できそうです。展開の読みがピカイチのデムーロ騎手に乗り換わったのもいい方に作用しそうです。配当が期待できなくなっちゃいますが、ここは仕方ないのかもしれません。対抗はアフランシール。この馬も新馬戦はセンスのある勝ち方を見せましたが、追い切りでかなり引っかかってしまったということで、折り合い面でやや不安がありそうです。ウィクトリア陣営より先んじて岩田騎手を抑えられたのはプラスでしょうけれども、スタートして道中しっかりと我慢を効かせられれば逆転の望みがつながると見ています。以下、馬体がまだ緩いにもかかわらず2歳レコードを叩き出したウィクトリアもやっぱり外せないところです。岩田騎手に断られても新潟で騎乗予定だった田辺騎手が乗りたいというほどの魅力がありますから、ロゴタイプではないですけれども、その時のような前での粘りに期待したいところです。その他はオッズ的にはかなり嫌な馬なんですけれども、 1800m でいい上がりタイムを出している馬に期待するとともに、函館2歳ステークス組もひょっとしたら割って入ってこれるチャンスがあるこのメンツですので、ここはデータはあまり深く捉えずに見込んでみたいと思います。ないままは前走サンデーレーシングの単勝 1.3 倍の期待馬アガラスを指して退けたというのは実力を認めたいところですが、今回大外枠を引いてしまいましたので、コスモバルクで中央勢をあっと言わせたベテラン五十嵐冬樹とはいえども、道中思った位置取りを取れる可能性はよっぽど出していかないと達成できません。クラージュゲリエと枠番が逆なら迷わず対抗にしたんですが、ここは抑えまでに留めておきたいと思います。それでは開目です。クラージュゲリエからの変則3連複です。
人気上位で決着した場合は相当な低配当になりますので、そこはあえて買いません。それでも取り紙になりそうな恐怖がありますけれど、返し足してプラスになるように補っておきたいところです。この動画を作っている時間は馬券発売からやや時間が経過していますけれども、今の時点で単勝10万円単位の投票がすでに2本入っています。逆らいたい気持ちも多少ながらありますけど、今回はちょっと逆らいづらいかなと思ってます。とはいえ、結局1着固定の配当は大したことないので、堅実に連軸として馬券に絡んでくれればと思います。さて続いては日曜日に現地で観戦する小倉2歳ステークスの予想です。今回も過去10年のデータから気になる馬を探していきましょう。勝ち馬は牝馬が6勝して2着3回と勝ち越しています。小倉3歳ステークスから小倉2歳ステークスに名前を変えてから17回、ボアが 1-2-3 を決めた次の年は必ず1頭以上は牝馬が馬券に絡んでいますので、この傾向が続く可能性も十分あり得ます。また去年の浅草元気やエピセアローム、ジュエル・オブ・ナイルなど前走未勝利戦を勝って、その勢いでここも勝つという馬もザラにいて、他の2歳重賞よりも結構高い副賞率となっています。反対に前走オープン特別で一番相性がいいのがフェニックス賞組ですが、そのフェニックス賞の優勝馬が10年前のデグラーディア以降5連敗中なのは結構意外なものでした。そして新潟2歳ステークスの時は余裕のあるローテーションが構想には良いということで2着のアンブロークンを推奨しましたが、こちらのレースは間隔が詰まっていても全く問題ありません。気合の連投でここに来る馬も延べ3頭負けに絡んでいて、うち2頭が九州産限定のオープン特別ひまわり賞からここにやってくる馬たちでした。馬券の傾向はご覧の通りです。1番人気は3勝して2着も3回、2番人気が4勝して2着1回と1番人気と2番人気の成績が抜きに出ています。というわけで10年中8年で1番人気か2番人気が連帯をしています。一方で下位の人気はどうかというと、2013年以外は必ず単勝10倍以上ついている馬が馬券に絡んできて、中でも4年前は単勝万馬券の15番人気大宮リスが劇的な差し切りを決めるなど、1着から3着のどこかに絡んでくる可能性は十分にあります。現に3連複は一度だけ10倍台をつけましたが、その他9回は全て50倍以上、3連単は万馬券割れが1回ありましたが、それ以外は平均5万円前後と、そこまで穴馬たちが苦戦していないということが分かっていただけたかと思います。続いては印をつけた馬をピックアップ。本命はジャカランダシティを狙います。人気していたセプタリアンをねじ伏せた新馬戦以来の登場となりますが、何よりヨハネスブルクサンクということで、蓬莱アキコを筆頭に、この血統はかなり小倉1200メートル戦向きです。アブドラ騎手最終週に契約馬主の吉田克美氏の馬で登場ということで、これは積極的な起用を感じざるを得ません。最終追い切りもそこまで悪くない内容でしたので、内側に有力馬が集まる分、外にあまり他の騎手の注意はいかないはずです。その隙に県内に飛び込んできてほしいところです。対抗はシングルアップ。実は金シャサの奇跡3区もこのコースにマッチしています。何よりこの馬は唯一の2勝馬、前走のオープン特別は単勝 1.5 倍の断然人気に応えてライバルたちを寄せ付けませんでしたから、順当に行けばここも上位人気で外のない競馬を見せてくれるかと思います。以下過去10年の小倉2歳ステークスで4勝、驚異的な相性を見せている浜中騎手のルチアーナミノルも気になるところです。持ちタイムは1番ですし、レーヌミノルの再現といきたいところ。ただルーラーシップ3区のコース相性はいまいちなので3番手までとしました。
その他は本当に展開一つでどう転ぶか分かりませんので、なるだけ一足のつきそうな馬たちを中心に揃えてみたいと思います。6枠はなんと過去10年で馬金に絡んだことが一度もありません。フェニックス賞3着のアーデントリーもいて、配当的には妙味がありそうな感じですけれども、ちょっと買いすぎになってしまいますので、心を鬼にして今回は見送りました。それでは買い目です。ジャカランダシティからの3連複です。こちらも順当にいけばシングルアップから買えば安全かと思いますが、内側の枠のせめぎ合いがかなり激しそうになりそうです。ならばその内を見ながらレースを進められて、なおかつノーマークのジャカランダシティが面白い存在だと感じます。シングルアップが万が一馬券外ならば、かなりいい配当も含まれていますので、それにも期待したいと思います。さて、新潟記念の動画でもお伝えしましたが、日曜の小倉サンレースはブライトパスの進退がかかるかもしれない一戦です。チャンネルの予算がかなりいっぱいいっぱいですけれども、高いお金を払って出資した馬ですから、デビューの地で初勝利を祈って全力で応援していきたいと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。